こんにちは。こちらはですね、327、クイックライトランタンです。これはですね、今レストアをする前の段階で、ひとまず分解をしました。そしてですね、今ですね、このスネーク、ネックのですね、グーズネックですね、ライトでタンクの中を見ながらですね、今これは、サビですね、サビの確認をして、まあ、サビをですね、取ってます。まあ、ですね、取ってるというかですね、これは分かりやすく言うと、ほぼ耳かき状態ですね、耳、クソを取るような感じの、ですね、感じで今ですね、マイナスドライバーを使ってですね、掘ってるような感じです。こんな感じですね。今ご覧いただけるようにですね、まあこれサビと古い燃料ですね、それは完全にですね、何でしょう、固まってる感じでですね、強い状態でですね、ビルドアップしちゃっています。また同じように、そうですね、ビデオのこの画像には映らないかと思うのですが、ですね、ちょっと見てみます。ですね、今少し、ですね、そうですね、ちょっと、まあ、今ライトがですね、当たってる部分ですね、まあ、先ほどこうですね、書いて出したものがありますので、ちょっとピントがぼれてますけど、ぼけてますけども、この茶色い部分ですよね、今この辺りもかなり塊が、まだ下の方はですね、こうずっとものすごい状態です。ですね、これはですね、一応このこうタンクのですね、そのものですね、まあ一応こんな感じで、ですね、かなりこの場合はですね、サビも確かにひどいのですが、ですね、この本体のタンクですよね、ここの部分とですね、完全に固着しているようなタイプの、サビはないので、ですね、ご覧いただけるようにですね、まだここはですね、もうサビで付着しているようなですね、現象は幸いありません。ですのでですね、これ一応ですね、ですね、まあ大方、取れるサビはですね、まあ取ってですね、まあ、これもちろんこれだけでは取りきれませんので、今これはどんな程度のかのサビかなっていうのをちょっと見てるとこですね。ですのでですね、一応これはですね、最初どうでしょう、ちょっとお酢を使ってですね、しばらく、サビをですね、何でしょう、溶かす感じですかね。それで一度ですね、しっかりこの中を何度か、洗浄してですね、今回はですね、一応このこれですね、これを一応、使ってみようかと思います。これはですね、まあ、ひょっとしたら日本でも、放送されているかもしれませんけれども、ここにあるようにですね、このアメリカンピッカーという、まあ、結構人気のある、ですね、
番組なんですが、その頃ですね、まあ、2人組のこのフランクっていう、一方のですね、フランクっていう人、これがまあちょうど何ですかね、広告塔となって、推奨してるサビ取りですね。まあ、これにはですね、この上はラストリムーバー、そしてガスタンクス、トゥールス、モーターサイクルパーツ、クローム&モア、いろいろ書いてありますので、ですね、まあ、この通り、ガスタンクですね。まあ、これはまあ同じガスタンクでも、そのモーターサイクルのガスタンクではないのですが、基本的には、症状的には、何ら変わりないと思いますので、今回はこれを使います。液状ですね。これをですね、この中に、入れまして、まあ、どうでしょう。まず先はですね、とりあえずですね、お酢を使ってやってみたいと思います。その後、こちらですね。これが今ですね、タンクの表面、あとご覧いただけるようにですね、これはまあどうでしょう。ちょっとこういう感じでですね、誰かがですね、ちょっと無理に、表面をですね、まあこう綺麗にしようとしたんですかね。結果ですね、かなりこの擦り傷状ですね、なってしまってます。とですね、この辺りよくありがちな、こういったものですね、付着しているものですね。まだまだ全体的にですね、そんなにはざらつきはありませんので、まあ、どこまで、タンクがですね、まあ、復活するかはまだ今のところは分かりませんけれども、まあ、できる限りの処理はしてみたいと思います。それからですね、ベンチレターですね。ベンチレターの方はですね、まあ、コンディション的にはまあよくありがちな感じでですね、若干ここの一部ですね、少し錆でやられています。そしてここもそうですね。そしてまあこの辺りが、ですね、デントですね、ゴミ。そしてあとは全体的にまあ歪みですね、意外とよくあります。そしてここのトップのところね、かなり凸凹してます。この辺りもですね、ちょっとこう修復をしようかと思っています。さあ、ちょうどこの、どうでしょう、時代のクイックライトですね。意外とまあ平均的、まあ若干ここ、まあ今になってですね、こう入手できるものとすればですね、まあ、悪い状態ではないと思います。これはあと999ですね、ジェネレーターが。先ほどこれもですね、一応にはですね、様子をちょっと見てみました。ですね、ちょっとこの若干ですね、ガスシップのですね、ここの止めてあるですね、ネジのここですね、ところがですね、かなりこう、ですね、波状にですね、細かくこう、ちょっとまあ、なんかいろいろいじった感じですかね。その昔、まあ、使ってた方が、まあ、おそらくいじってですね、いろいろ微調整したんですかね。若干わずかにですね、ちょっとこう、空気の漏れがこの隙間からあるようですけれども、今少しですね、この辺りを締め付けてですね、形を正々にし直したところ、まあ、100%ではないですが、実はこれ点火に支障が出るほどは、漏れなくなったみたいです。これもですね、実際この点火テストをしてですね、最終的にまあどんな状況だかは、テスト後ですね、まあ、場合によってはですね、これもひょっとしたら、別のものでですね、変えてあげた方が良いかもしれません。それからですね、付属のこのマイカグローブですね。ご覧のようにですね、これはかなり錆がついております。そしてですね、マイカ自体はですね、よくありがちなですね、
状態ですけれども、まあ破損している箇所はですね、まあ、比較的少なく、ですね、まあ、このマナガでもですね、基本的にまあ使えるには使えますね。ただですね、やはり歳月経ってますので、この辺りにですね、曇り具合、それからまあ全体的ですね、このフレームの方の方の錆ですね、まあ、この辺りもですね、一応マイカグローブですね、このマイカの方のですね、新しいものが、ありますので、まあ、もしですね、ご依頼いただいた方の希望があれば、この辺りもですね、すべて一回分解してですね、この古いマイカシートをですね、外して新しいものに、変えようかとも思っています。じゃあひとまず以上です。